はい、どうも、こんにちは。今回、また殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、普通にやって第5章、最終章を迎えたんだけど、こんなやつにゲームクリアさせてたまるかっていう ゲーム側の意向でさ、やり直せって言われて、で、前回ちょっと触りだけやり直して、結論としてその第1章と第2章、俺がゲームオーバーになった理由が、その第1章、第2章は殺人鬼として終わったのに、第3章と第4章は探偵として終わったから、どっちやねんっていう それでゲームオーバーになってたから、第1章と第2章を探偵の方で終わらせようかなという感じで、ちょっとやって、だから第1章の今、ストーリー見るとこかな。ストーリー見終わったら次第2章変えて、早速行こうかなと思うわ。じゃあやっていこう。兄ダリル、その存在についてメリルは当初半信半疑であった。昼は普段通りメリルが体を動かすことができる。が、寝ている間の記憶が曖昧だった。そっか、じゃあ、昼はメリルが、なんていうの、主な、なんていう、人格で、夜はダリルなんだ。それ、あれだな、24時間働けんじゃん。ちょっとやばいな、ブラック思考みたいになっちゃったけど。夢の中の行動のように思えるが、まるで男のように振る舞い、夜のパブに出かけては下品な言葉遣いで騒ぐこともある。そっか、見た目は女のままだったんだ、当時は。あ、そうなのかな。彼女のクレーゼットの中にはいつの間にか男物の服がしまわれていたし、脱ぎ散らかした服や靴が部屋に散らばっていることもたびたびあった。自らの体が勝手に動かされている、そんな気がしてならなかった。滑舌がやばいな。そしていつもと同じのかかったようなまとまりのない思考、夢うつつの空間。ただ一つ違うのは、いつも背を向けていた男がメリルを見つめており、顔があらわになっていること。兄を名乗る男ダリルとの会話が決まって、眠る前と目覚める前に行われた。お兄ちゃん、は？もしかして私の体を動かしてる？ めちゃくちゃ煙立ってるけど、そんなにうつつか？めちゃくちゃ煙立ってるよ。ある時、意を決してメリルが尋ねると、向かい合った兄ダリルは親と親という顔をして笑った。てかさ、こういうさ、夢のシーンとかでさ、煙が舞ってる空間とかさ、よく出されるけどさ、見なくない？ 俺3日見たことないんだけど、寝てる時とかにさ、こういう煙の中にいる夢見たことないんだけど。バレたか。あ、そんな、怖いよ。やめて。別にいいじゃないか。あっさりと認める兄にメリルは怖くなり、己の身を抱いてうつむいた。自分が自分で亡くなってしまったような感覚にメリルは言い知れぬ恐怖に襲われた。いいじゃねえか。ああ。お前が寝てる間に少し楽しんだってさ。確かに。何それもぐらいやったただら、遊んでるわけじゃねえ。金を稼いできてんだよな。そうなの？ああ、今まで真面目だったメリルが、夜に外出してみろ。あいつらも心配するだろうぜ。親か。したり顔でダリルは言ってのけた。その顔には自信と余裕が満ちている。メリルにはない強者の笑みが。つわものかな。親てか、父も袋滑も、舌おが。前が自分たちの思い通りに動かないことが気に入らねえんだ。おう。あいつらは面倒を見てるつもりでいて、お前を縛ってるのさ。自分勝手な考えを押し付けてる。そうだろう。そうかもしれないな。そうかな。あいつらの言うことを真に受けるんじゃねうえ。お前の生き方はお前が決めるんだ。ん。ちゃんと兄ちゃんだな。ちゃんと兄ちゃんらしいことも言ってんだな。兄ちゃん。不敵で堂々とした態度。頼りがいのある兄。相手が両親だろうが何だろうが気にも留めず、自分の考えと行動を突き通す強い存在。それはまさにメリルが求めていた生き方であった。俺とお前は一心同体。二人で一人の兄弟だ。修二とアキラだな。俺に任せとけよ。悪いようにはしねおお。え。あいつらに俺確かにたちそうのだことをよ認めさせてやるんだ。な。体とかにさ、不利益を被ってはないもんな。別に犯罪に追われる日々でもないしさ、メリル自身は。わかった、お兄ちゃん。ダリルの自信に満ちた表情に、頼もしさにメリルはかけてみようと思ったのだ。その時からメリルは兄、ダリルのことを認め、以後その行動を咎めることはなくなった。メリル、こんな夜中にどこへ行くんだ？
全然見た目違うけど。扉を開けようとしたダリルを見とがめたのはライリーだった。物音に気がついて起き出したのか、夜の街へと出立しようとするダリルへ、なんだこれ、乱気な視線を向けている。別に、うん、俺がどこに行こうがあんたには関係ねえだろ。わかりやすく反抗期みたいな。その口調、いつまでふざけているつもりだメリル。まあでもあれなんだろうな、お父さんも自分よりさ弱いって分かってるからさ、メリルがさ、だからちょっと強気で言ってたけどさ、ダリルがあのやべえやつだって分かった瞬間にさ怯えてるって思ったら、お父さんもあれだよな、結構嫌なやつだよな。うるせえ、うん、俺はダリルだ。またそれか、いい加減にしろ。あー、まあこういう風に言われたらちょっとな、反逆したくなる気持ちも分かるよな。自らを男だと称する娘の言動にライリーはただただ困惑していた。何を夜迷いごとをからかってるのか、そんな無別や呆れを込めた視線がダリルの感情を逆なでする。俺はダリル、うん、ずっと一緒だった、あいつの双子の兄だよ。喜べよ、体は違うがお前らが望んだ男だぜ。ローズ家の未来を背負って、うん、お前らの面倒を見るのは俺だ。ほんとそっから人格が生まれたんだろうな、あんまりにも言われたからさ、男の子だったらつって。メリル、バカなことは言わず部屋に戻るんだ。あ、これあれか、この日から暴力が始まるのか。バカなことだと。ああ、ふざけるのもいい加減にしろ。何が男だ、つまらん冗談で気を引こうとしたのか。ライリーの表情は変わらず、むしろ冷たさを増していた。バカなことをつまらない冗談、誰の言葉を一辺たりとも相手にしていないその態度に彼の理性は一瞬で沸騰した。ふざけてんのはお前らだろ。これでつながれたんだ。拳を握りしめたダリルはライリーへと肉剥し、その腹へと拳をめり込ませた。力も変わるって面白いよな。突然の痛みに息を吐き、ライリーが腹を押さえて膝をつく。男に生まれればと望まれて。そうだよな。普段から女らしく振る舞えと。本当だ本当だよ、おかしいよな。そらそうになって抗ったら受け入れろだと。うん。挙句には。本当だよ。メリルが男だったら、だと。殴れ早く。ボコボコにしてるこんなやつ。悪くねえもん。ふざけるなよ。うん、どうしようもねえだろ。俺にもメリルにもよ。もっとボコボコにしてよこんなやつ。メリル、何をしているの、やめなさい。ああ、なんだババア、おい。急にメリルとダリル側の味方になっちゃった俺今。異変に目を覚ましたんだろう。母キャロルが倒れたライリーと彼を蹴り続けるダリルの間に割って入る。メリルじゃねえ。俺はダリルだ。うっせえババア、おい。分かったよ。ああ、なんだお前。そんなんでやめるわけないだろお前。ふざけんなよ。だがダリルの勢いに気圧されたキャロルはうずくまり、涙を浮かべて懇願していた。お前、ふざけんなよ。こっから始まったんだな、拘束が。その足元で横たわり、咳き込むライリー。口内を切ったのか、彼は血を吐き出していた。自らを蔑んだ目で見ていた二人は、無用に血に張っている。無様に血に張っている。それを視界に収めたダリルは不思議な高揚感を覚えた。喜べ。うん。今日の外出はなしだ。お、力で相手を屈服するような強い人間、人の意見に左右されない男らしいやり方、自分の好き勝手に振る舞うとても簡単な方法。お前らに教えてやるよ、うん、俺がダリルだってこと。この家で誰が一番力があるかってことをな。教えてやれよ。薄暗闇の中、ダリルの瞳がギラリと光った。ボコボコにしてやるよこんなやつ。こっからあれか、またアーサーとの話なのかな。こうしてダリルは両親を鎖で監禁し、夜の街を歩き回るようになっていた。両親を支配下に置き、抗議したメリルも恫喝で従わせ、名実ともにローズ家の支配者となったダリルだったが、それでも彼の気が晴れることはなかった。結構長いな。結構長いな。回想結構長いな。ある夜ダリルはパブで水管に絡まれた。長い髪や華奢な体つきを女のようだとからかわれ逆上。水管を人通りの少ない路地裏にて強襲、殴打して殺害し、金目のものを奪って逃走した。これが彼の最初の殺人だった。あ、でもこっからなんだ。
もともとじゃあ性格は荒れてたけど人殺しはしてなかったんだな。この犯行によりダリルは相手を屈服させ、暴力的な行為で金を手に入れることによって自分の強さを証明することにやみつきになっていった。しかしそれでもなおダリルが満足することはなかった。なんだこれ。あなた獣が獲物を取るように満たされることのない欲を満たすために強行に身を委ねていった。そんなある日、ダリルは街中で喧嘩をしていたところを巡回していたシャーロットに取り押さえられた。こら、何度言ったらわかるんですか。あのこの時はまあ殺人ってバレてないんだな。うるせえ、うん、お前に何がわかる。そうやって頭ごなしに考えを押し付けやがって。本当だよな。わかりませんよ。何、話してくれないとわかりません。あなたがどうしてそんなに荒れているのかも、どうしていつも悲しげなのかも。悲しげ、うるせえ。若いのに希望も何もないって顔をして、うん、こんな細腕で喧嘩なんてどうしてですか。細腕はいいだろ別に。始めたってそんなもんだろみんな。私でよければ話を聞きますよ。嫌だというのなら教会に行きましょう。教会の神父様はちゃんと話を聞いてくれます。嫌だな。昼間は無理なんだ。あ、メリルだもんな。では夜ならいいんですか。私でよければ歩きながら話しましょう。不用心すぎるだろお前は。バカ、不用心すぎるわ。ほら行きますよ。ケイラがあるので遅れないようについてきてくださいね。いや、いい人だけど、いい人だけど不用心すぎるだろう。おい待てよ。今までダリルが出会った警官たちは彼や不良仲間を蔑んだ目で見下し、喧嘩に理由があったとしても聞こうともしなかった。しかしシャーロットだけは違った。彼女はダリルの話に何度もうなずきながら真剣に耳を傾け、同情し力づけた。両親とは違い、自らをダリルとして認めてくれる。いつしかシャーロットはダリルにとって他の者とは違う特別な存在になっていった。何、好きなの？何？まあここでは好きっていうより、まあもうお母さんみたいなもんだろうな。その後メリルをうまくやり込め、両親を監禁し強盗を行う。ダリルの異常な生活が繰り返されていたある時。回想長っ。ダリルは久しぶりに足を運んだ店で軽い食事をとっていった。アーサーは何を話すんの逆に、ここまで来たら。そこで彼は偶然にもアーサーとシャーロットが来店する場面を目に留めた。ダリルは別のパブにいて、彼らが自分の行方を探っていると聞き及んでいた。シャーロットはともかく、探偵の方は自らの犯行現場に居合わせている。感づかれないため当初はすぐに退出するつもりであった。しかしあちらはダリルの存在には気がついていないようだった。ダリルは極力顔を隠しつつ、二人の会話に聞き耳を立てた。殺したいほど憎い相手がいる。それは悲しいですけど。話はしたか。あり得ることです。うん。ですが、私はそれでも憎まないように努めると思います。いや、そんなのは理想論でしょう。うん。自分の感情なんてそんなに簡単にコントロールできるものじゃない。まあ、あなたの言う通り、憎まないのは難しいかもしれません。だけど罪を憎んでも人を憎んではいけません。まあ難しいっすよそれは。理屈ではそうかもしれないけど、そう実際はなかなか難しいんじゃないかな。ふざけんじゃねえよってなっちゃうって絶対かもしれません。うん。でも私にもできるなら他のみんなにもできるはずです。違うんだよ、そういうことじゃないんだよ。だから私はみんなに行動で示すんです。私にもできるなら他のみんなもできるっていう発想はバカがやることだからな。私にできることと他のみんなができることは違うんだから。犯罪のない理想の世界を作るために。もう頭がくるくるパーか、お前本当に花畑なんだよな。何が理想の世界よってね。話を最後まで聞いていられなくなったダリルは金を置きこっそりとパブから退出していた。罪を憎むが人は憎まない。ダリルの脳裏にはシャーロットがパブで言い放った一言が幾度も反復されていた。人を憎むなってのか、うん、許すってのか、うん、親父もお袋もメリルをひどい目に遭わせてきた奴らを。こういうのってさ、許したら許したで結局さ、この、まあ、今回だったら親父とかお袋がさ、警察に多分駆け込んでさ、ダリルがっつって
こんな危ないやつ捕まえてくださいって言われるからさ、結局さ、人間っていうのはさ深い話になっちゃうけど、結局そうなんだよね。親父、誰よがじゃあ人を憎んでやってることも、結局親父を袋がじゃあそこをね許した、ダリルが許したとしても、親父を袋が今度はダリルを憎むことになるから変わんないんだよね。怒りのあまり強く握りしめた拳に伸びすぎた手の爪が食い込んで、かすかに血が滲む。シャーロット、シャーロットは人を憎むなと言った。悪事を働いたことを憎んでも、悪事を働いた人は憎むなと。人を憎むなだとお前さ、一人で何切れてんの、路地裏で。人を傷つけるのは人だろ。まあまあそうだよ。それはつまり、大切な存在が傷つけられても泣き寝入りをしろというのか。ダリルは彼女の言葉をそのように受け取っていた。分かっちゃいない、うん、誰も俺たちのことなんか分かっちゃくれないんだ、うん、誰も助けちゃくれないんだ、うん、シャーロットも親父やお袋と同じだ。自分の考えを押し付けて他人を枠にはめようとする。それは合ってるわ私にできることは他にもできる、他の人でもできるはずですって言ってたからな。もうこれはできる、合ってる。同じだったんだ。ああ、まあちょっと尊敬していたシャーロットがあれだったんだね。ダリルは怒りと失望に震え、しばらくの間うつむいていた。やっと認めてくれたと思っていた相手にさえ、自らの、そしてメリルの境遇を否定されてしまった。いいだろう、分からせてやるよ。やがてダリルは顔を上げた。その目は座り、瞳には怒りがぎらついていた。目の前で人を傷つけられて、お前は黙って見ていられるか。あれ誰だっけ、誰か傷つけたっけこいつ、シャーロットの。眩しいって。メリル・ダリルの捕獲から数日後。捕獲？アーサー、おはようございます。捕獲？おはようございます、シャーロット刑事。あ、おおだった。あれから捕獲？メリルはどうなりました？終わったの？あ、ダリルの回想で終わんの？あの探偵ルートは。今日はそれを伝えに来ました。うん。メリルは全てを話してくれましたよ。だったらまああんだけ回想長くても大丈夫だわ。あの回想の後にまたアーサーとのやりとりがあると思ったら結構重いなと思ったけど、まあそれで終わるんだったらまあ。まずメリルについてですが、彼女はかつて中流階級の家へ奉公に出ていました。ぽいですね。未遂に終わりましたが、そこで家主の息子によって暴行を受けたそうです。痛々しいですよ。供述によると、彼女は兄の声を聞き、体が勝手に動いて相手の指を折って反撃したと。相手の家は息子が暴行を働いたという事実を隠蔽し、メリルを一方的に解雇しました。そのせいで彼女は再就職もままならない状況に、うん、両親に相談しても理解してもらえず、逆に罵られ、メリルは泣き寝入りをするしかなかったそうです。悲しいね。中流階級の家で権力を傘に来た輩に手ごめにされかけ、反撃して逃げ帰っても彼女をかばう者はいない。いや、権力って闇だわ、本当に闇だよな。別に俺被害者になったことないけどさ、なんかやっぱこうね、権力が問題を起こしてるか否めないよな。結局ニュースとかでもさ取り上げられるけどさ、まあ、芸能界もそうだけど、警察とかもそうだけどさ、闇だわ。ひどい話だ。その件は警察には。権力乱用やめてくれ、やめてくれや。メリルの供述があるまで全く伝わっていませんでした、うん、私たちの力不足ですなんで泣いたやろ泣くタイミング間違えた。アーサーは否定しようとするが、シャーロットは小さく頭を振った。それから気を取り直し、報告を再開する。ダリルの意志が彼女の体を勝手に動かすようになったのは、うん、その暴行未遂による反撃をきっかけとしていたようです。はいはいはい。ある日、断層をして夜の街を出歩こうとしたところ、父ライリーと口論になり両親を暴行、うん、その後あの状況の通り監禁するに至った。ああ、これ回想だったですね。そしてダリルは仕事と称して夜の街で強盗を働き出した。そこから先はご存知の通りだと思います。それで今あの子はどういう状況なんですか？あの後ダリル、あ、いえ、メリルは病院に運ばれました。
昨日には手術が終わりましたよ。あったっけ、まあ怪我、まああったはあったか。手術、悪いところでも。まあそうだよね、なんかそんな感じだよね。メリル本人の希望です。お腹にある肉腫を切り取ってほしいって。え、泣きながら何度も何度も訴え続けていたんです。あ、それが原因なのかな。腹に肉腫だ。いや待て、あのジョーちゃん襲われた時に何かを隠そうとしてたな。俺酔っ払いと殴り合った時だ。あの時は服の乱れかと思ったが、そんなものがあったのか。だけど今回の事件とは無関係な話では。私もそう思いますが、彼女にとってはそうではないみたいなんです。それ気になるね。なんかそれがダリルじゃねえの。メリルはですね、はい、自分の下腹部にある肉腫が双子の兄であるダリルだと信じていたんです。ああ、まあそう思ってたんだったら、そっから人格生まれたのかな。そんなわけがないとは思いますよね。うん、でもあまりに熱心に訴えるので、ついには医者が切除手術すると言い出して。ちょっと愛が芽生えちゃったんだ、肉腫に。ちょっと肉腫に愛が芽生えちゃったんだな。それで手術か。うん、結果はどうでした。まあそんなにでかい手術じゃないでしょ。無事に切除に成功しました。うん、麻酔から覚めたメリルは結果を聞いてほっとしたみたいです。結局気持ちの問題的なものもあるから、多分これでダリルは出なくなるんだろうな。そうか、うん、何にせよよかった。僕がお見舞いに行っても大丈夫でしょうか。絶対もうダリル出ないから、もう絶対精神的なものだから、メリルにしか、もうメリルしか多分。尋ねるなら早めに行った方がいいですね。彼女は医者の許可が出たら精神病院に移送される予定です。まあまあそうなるよな。精神病院だって、どうして。どうしてじゃないだろうお前。お前二つの人格があったらそうなるだろう。驚くことはないでしょ。ねえ、彼女は錯乱しています。下腹部の肉腫が兄などと支離滅裂な供述をしています。まあまあその言い方ちょっとあれだけど。とりあえずまあ二重人格だったら、まあそこに行くでしょ一旦は。それは一旦はおさなるでしょう。そんなの普通言われてみれば当然のことであり、アーサーを思わず口ごもってしまう。まあ別にこれでさ、二重人格であることがさ別に苦じゃないってさ言うんだったらさいいけどさ、まあ、それが苦だって思うんだったら言った方がいいでしょう。そんなアーサーの様子を横目に見ながら、シャーロットは気の毒そうに付け加える。医師は二重人格の可能性を提唱していましたが、どんな理由であれ殺人は殺人です。罪に問われるのは間違いないでしょうね。裁判になるんですか。当然です。自白も証拠もありました。うん、強盗殺人と窃盗、両親への暴行。そっかそっか。父親を含め彼女は複数名を殺めています。お父さん殺しちゃったのか。シャーロット刑事、僕も言葉ではうまく言い表せませんが、今回の殺人事件の犯人はダリルで、メリルでは。二重人格、まあ多重人格ってそれが厄介だよな。なんか珍しい件ですが、メリルとダリルは同じ人物です。罪を犯したら罰を受ける、それは当然のことではありませんか。でもあれだね、今回なんか探偵ルートをさ初めて見たけどさ、なんかこのメリルとダリルのこのなんていうの、罪を犯したら罰を受けるっていうこの一連流れがあれなのかもね。アーサーに響いてくるのかもね。ですが大事なのは罪をどう償うかです。うん、このあと彼女がどうなるかは。だとすればメリルと同じく、ねえねえ、そうなるよね。二重人格のような僕はどうなる。まあ、俺は探偵ルート通らなかったけど、急に第3章か第4章ぐらいからなんかそのジャックとのやり取りで、なんかいやなんていうの、その時体を動かしてたのはジャックだけど、この体はアーサーのものだっつって、だからアーサーが殺人犯だっていう感じでジャックと話してるシーンもあったから、まあ、そことつながるものがあるんだろうな。アーサーの中にはジャック・ザ・リッパーを名乗る男の人格がある。凶悪な衝動が眠っていると自覚している彼にとって、別人格の犯した殺人でメリルが裁かれるという現実は決して他人事ではなかった。路地裏での殺人事件、うん、そして今回のメリルの事件、どちらでもこの男は僕の体を乗っ取って相手を殺そうとしていた。なあ、あれはやり直したからさ、まだそのジャックとの関係もあんま良くないもんな。アーサーは
傍らかだったっけに常に存在する殺人鬼、自称ジャック・ザ・リッパーに目をやった。僕は本当にジャック・ザ・リッパーに取り憑かれているのか、うん、それとも奴は僕が殺人衝動を正当化するために作り出した妄想なんだろうか。ああ、でもその考えなかったな。そっかそっか、そうだな。まあ二重人格って自分のなんか精神的なものから生まれるかもしんないからな。男は口の端を上げて驚愕的な笑みを浮かべている。まるでアーサーの葛藤する姿を眺めて面白がっているかのように。このままこいつと一緒にいたら、うん、僕はいつか本当に人を殺してしまうかもしれない。これ俺普通に第一章一周目殺したわ一周目普通にダリル殺めたわ。アーサーはダリルと初めて対峙した時のことを、衝動の ままに彼を手にかけようとしたことを思い出す。考えなくては、うん、こいつを暴れさせないためにはどうするべきなんだ。あれかな、これで第一章終わんのかな。え、こっちじゃない。とにかく自分の意志を強く持たなければ。そう強く決意を固めたアーサーはジャック・ザ・リッパーを名乗る男をじっと睨みつけた。これで終わりかな。ああ、会いに行くんだ。さらに数日後、メリルを見舞うためアーサーとシャーロットは彼女の病室を訪れた。こんにちは。こんにちは。アーサーさん、来てくださったんですか。母ちゃん複雑だな。シャーロット刑事も。母ちゃん切り替えできてるかお前。ダリルがやったことなんだって切り替えられるのかお前は。どうも。メリルの様子はどうですか。相変わらず眠ってばかりです。手術が終わって安心したんだと思いますわ。メリルは手術後ほとんど眠って過ごしており、時折思い出したように目を覚ますのだという。そして自身もまた安心したように微笑むキャロルに対してアーサーの心はざわめいた。メリルは兄と信じた肉親を切除した。それは兄であるダリルを殺害することと同義なのだろうだというのに。メリルはそれで安心している、うん、彼女の心は救われている急にお前のことにも聞かれるじゃん。自らの殺人行為によって救われるなんて深読みしすぎでしょ。それはジョーちゃんは薄々気づいてただろう、うん、だから確かな証拠が欲しかったのさ。それが分かったから自らの手で幕を引こうとした。あの目のクマは夜に出歩いてただけじゃねえ、うん、ジョーちゃんは精神的に追い詰められて眠れなかったんだ。捕まるか耐えきれずに壊れちまうか、遅かれ早かれ似たような結果になってたぜ。今ジョーちゃんは生きてる、うん、それでいいじゃねえか。そうなんだろうか真面目だな。アーサーは複雑な心境で穏やかな表情で寝息を立てて眠っているメリルを見つめた。彼の横に立ったシャーロットは微笑み、そしてかすかに首を掲げた。それにしてもお腹の肉親をお兄さんだなんて随分奇妙な考え方ですね。煽るな煽るな、お母さんいるんだぞお前。私はダリルと何度も顔を合わせています。同一人物や二重人格などと言われるよりも彼という存在が別にいるような気がしてなりません、うんうんうん、夜のケイラをしていると今でもダリルがひょっこりと顔を出すんじゃないかと思ったりもしますよ。いえ、それはそれについては私から説明し、なんかやましいことあんのか。かけられる声に皆が振り向けば、いつの間にかウォルターが病室の小口に立っていた。ウォルター先生。いやあ、奇遇だね。アーサー君もあの子の知り合いかい。いや、終わると思ってたんだけど、まあ、結構時間いっちゃってるからごめん、一旦切るわ。ああ、で多分次回で終わるかな。次回第1章終わって第2章に入るぐらいまでやって、次回で第2章が終わってで第5章やり直しが始まって、ああ結構長くなるなまだ。うん、ごめん、じゃあ今回はこれぐらいで終わるわ。じゃあ、あざした。